こる今共同作業。時間がおいしそう、なんかうまいな。カルちゃん形がかっこいいよね。来た来た来た。お、見えた見えた。やべえやべえ。違うな。タイヤだね、タイヤ。80のタイ。ルルちゃん。80あるこのタイ。やべ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 。でっか。でけえ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 。タイヤな。でかっ。おお、マジやべえ。でかいでかいでかい。これ1万ぐらいで売れるよ。でっか。ルルちゃんこれ何？ルルちゃん何釣ったん？やっと。よっしゃー。やっばー。はい、今日は何？今日はギョタク。やりましたよ。やばい。これはマジでやばい。やばいです。ギョタクって皆さん知ってます？私知らなかったんですけど。あのね、取ったじゃない、釣った魚を自己満な大人たちが身勝手に炭を塗りたくって、和紙に貼り付けて家に飾るというものです、はい、それを初めてやってみたいと思います。それではやっていきましょう。レッツ魚拓。レッツ魚拓で、水分を取ればいいんやろ。あとはもう適当にやっていこう。あと編集でつなげるけ。一回体重は取れ。体重さっきやってんやん、 6. 何歩って。どうやったかった。俺ついたんや、一周ぐらい。あ、そうなん、今乗ってきたんや。6キロ。じゃあ押し張って、はい、85。ちょっと痛いよ。85。1 61.2。 あ、6キロやろ。 6.1。こっち向きで間違いないんでな。こっちで魚拓して左、新野さんが左。これを貼るってことやろ。そうそう、左向きの顔ってやったっけ、うん、でこっちに炭を塗るってことやろ。そうやな。いいんじゃない。でかー。魚拓を撮る YouTube とかなかなか需要がねえけ。いや、伸びるかもしれんよ。白子パンパンやろ。ここに置くやろ。ここに置いて塗って塗ればいいんか。貼るんやろ。売ったら1万円やったに。まだ売れるんやん。魚拓取ってから売る。うん。でも生かしとかなきゃいけないよ。牧場は？あ、車や。はい。よし。分からんよな、本当のやり方を知らんけさ、俺たち。まだでも紙を貼った方が満面なくしたってことか。そしたら上から紙をこう、そうだな、ふわってかぶせてみよう。この紙にこの辺にある水分がついたら使うのよな。でも今から来る牧汁が多分耐えると思うよ。そうでな、むずっ。手が曲がらねえよ。手に行け。もしもし。かマジこれ。あ、お前今どの辺におるんだ。ちょっと水で薄めんでいいんでな。うん、メディアか。あ、そうか、ネバニアワンの。これです。これ。うん。そう、そうです。はい、それではこれに炭を塗りたくっていきます。はい。こんな感じで墨汁を今買ってきました。はい。たこ焼きの油敷くはけで。ですね。やっていきたいと思います。おお、楽しそう。なるほどな。マジ超楽しそう。なんかうまくできそうな予感がする。いいなぁ。食えるの後で。スミクソ飲んでる。まあ俺ら食わんけいいじゃねえ、ルリちゃん。うん、絶対食わん。白子食いてるけどな。ルリちゃん、できたナイロンにつかんように。つかんようにな。いいね。目は最後に取っとこうか。いいね。これ、うたちゃんおったらうまいんやねん、お絵描きが。まあ、ほんとな。やらしてもよかったな。いい経験でな。なかなかできんで。ふみちゃんも初めてやろ、魚に絵描いたの。初めて。
はい。ヒレはどうするって言ったちょっとこれをこうやってたのか。ああ、ほんとやな。やっぱヒレをこう。ヒレにも塗るってこと？そう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 。すげえ、タイじゃなくなったやん。チヌや、ただの。ただのチヌ。その骨にこう綺麗に乗せきるか。三鷹ジャパンは魚拓まで制作します。すごいぜ。あとは顔、顔が変わってよ。だってこれってもう絶対映らんけな。まあ2枚あるけやってみよう。もう一回やってみようか。待ってよ。はい、障子紙でできるそうです。いいわ、なんかできそう、マジうまくできそう。うわ、すごい魚。うわ、すごいやろ。何釣ったんだ。サムネこれ撮っとくわ、一応。何釣ったんだろ、やろ。クロダイ。サムネ。これ、すげえな。でも、まずこれどうする。この背びれをこうやった状態でこれ取れんやろ。もういいよ。後でさ、かけゃいいよ。背びれを。見ていい？4回できる、4回。じゃあお願いします。いただきます。向こう引っ張ってる、はい、これはダイソーにありますんでね。これ、裏表ないよ、おじ。知るわ、知らん。障子紙や、多分あると思うけど。ツルツルが、ツルツルしたんよ。ツルツルじゃない方、ツルツルじゃない方。ツルツルがどっち？ツルツルが上や、ツルツルは映らんけ。これでいい。そうやわ。で？さいけお前さいけ。あ、まだこれこれ。はい、なんか重りをで、うん、綺麗に綺麗に真っ直ぐなっとる。うん、俺見えるね。いい、わさと。いいよ、そのままいて。はい。で、すごい、もう手触る。すごいシュールな映像。もう位置ずらしたら悪いもんな。うん、大事に大事に大事になどって。わ、でもなんか相当良さそう。もういい。すげえ、魚拓やん。ガチすげえ。大成功だね、これ。これやばくね。ヒレは美味しい。あ、待って、これが美味しい。うまい。うまい。これもしょうがねえやつ。じゃできた、できた、できた。俺らでもできたぞ。あ、やるげた。あ、いかん、いかん、いかん。投げるで。俺らでもできた。で、こっち側。そう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 。すげえ。まあ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 、しらべてたけども、うん、いいやん。もう一回やってみろ。大成功、うん、大成功、大成功。塗りすぎか、ちょっと。まあ、それがあれがわからんわな。けど、塗りすぎと薄い方がいいやね、なんかそんな気がせん。うん、なんかこの辺が品がいいよな。これが品がいい。うん、こう塗りすぎとな。塗りすぎてベチャってなったんけ、うん、薄い方がいいかも。いいよ。これがさっきしすぎたかもしれないな。優しく優しく、さっきあの破るだけだけ、ツルツルじゃない方やけ、動けるんや。さすが、さすが書道部。そうだよ、そうだよ。綺麗になった、綺麗になった。まずそこ、一回ちょっと足を外して。綺麗が、あー、いいいいいい。もう超いいやん。すごい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 。いいじゃん。尻尾が大事。超綺麗。見たことある、こういうの。ここもしょうがねえやな。いいんじゃない。あとは顔は行った行ったな。いいな、うん、いいんじゃない。この子だな。いいやろ、これ大成功だと思う。うん、ちょっと後ろの方がいいかもしれないな。うん、みんなやっていい。いい、うん、せーの、取って。でもそっちはどうでもいいやん、どうでもいい。
してください。どう？ここがいい。うわ、かっこいい。まあいいや、さっきより全然いい、うん、うおお超いいやん。でこれでいい、うん、ルミちゃんかけばいいやん。マダイ81センチ、 6.5キロ。なるみちゃん買いに行ったよ毎日。ルミちゃん高校何部やったの？応援団長じゃねかった。ルミちゃんこれ買いに行ったんじゃねえんだよ。最後はさ、魚店やけんな。魚店やけんな。なんて書いたの？サダコって書いたの？なんて書いたの？サダコって書いたの？魚へ、魚に週、週、そう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 、週な。はい、行こう、本番行こう。練習しよう。どうするよ。ちょっとこう、なんか早く書いた方がいいよね、うん、若干、うん、もう俺に任してみらんか。俺に任してみらんか。じゃあマダイだけまさかに書いて、その字体に合わせて書くわ。漢字が違うと思うよ、俺が書いたら。マダイだけまさかに書いて。マダイを書き切らんのだ、俺いいの？あの、ついにさ、成人式ってみんな、まさかに祝いを書いてくれたね、俺が。呪いってやる。大丈夫？まさかマダイだけ書いて。本当に？うん、下に私が何センチとか書くけん。はい、いいよ。よっしゃ、もう一発書くぞ。まは分からんの？まは。おうま。で目描いてちょんちょんちょん。オッケー、行くぞ。いいよ。いいんじゃない？いいよ。味を出してな、字に。うん。もう俺が描いたらもう味になるね。で、うん、ダイヤ。一本横行って、うん、ちょんちょんやろ。まあいいよいいよ。魚。この辺な。あ、いいよ、味が出てきた。いいよ、超いい。いいよ、なんかもう、うまい人みたい、うん、ね、狙って書いたの。うん、しようね。バランスもやっぱ、あ、いい、まさくんできるんよ、俺。筆がもう曲がって書きにくいんやけど。いえい、いいやん、味が出てぽいやん。で、あとルリちゃんがこの下に釣り場と、うん、日にちと書いていこう。場所、竹ヶ島って書けばいい。やぶないって、進みがつく。やめてよ、やめて、 MSGM やめて。癖の強いおばが入ってきた。相当いいのができたな。癖強っ。癖やん、もう。でもうまいな、なんかめっちゃうまい。うまっ。見たか、ジャパン。かっこよすぎやろ。ジャパンって大文字やったっけ、小文字やったっけ。全部大文字やったっけ。冗談、うん、って書くなよ。ええぞ。うわ、うまい。もう一回いいかな。うん。うわ、相当いいやん。じゃあジャパンできた。インカは、インカいるよ、認めた人がいるって、これを。あ、どれにしてもらう？おば？認めちゃうぞ。いいよ、あなたが釣ったマダイ
私が見届け人となりましょう。お願いします。もうまあ、ここでいい、うん、それでは認めた。はい、ということでかっこいい。ということで初めてのケタグ作り大成功という大成功、はい、ありがとうございました。あのグタグとか作ってもらいたい方はぜひ下の方から概要欄からご連絡いただけたらグタ作りに行きますのでお願いします。ではバイ。はい、オッケー。を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。